はい、おはようございます。釣り子 TV です。今日も福袋を開けていきたいと思うんですが、この福袋にアナウンスされていたのはですね、レイドジャパンのレベルミノーが一つ必ず入っているよっていうアナウンスがついているですね、福袋を買ってみたんですけども、実は去年唯一ですね、欲しいなと思ったんだけど買えなかったのがレベルミノーなんですね。レベルミノー一つ欲しいなと思って、結構、レイドジャパン入荷ですよみたいなタイミングとかね、釣り具屋さん、ポツポツ通っていたんですけども、いよいよですね、2017年は一個もレベルミノーが買えずに、どんなミノーなのかも、分からずにですね、1年終えてしまったっていうことで、ただ福袋にレベルミノー入りっていうのがあったんで買ってきてみました。でね、これも開けられちゃってるんですね。これもうこっち、せめてね、そのなんか作業はいいんだけど、作業したらまあじゃあそれ見ないけど、ホッチキスで止め直してくれよって思うんだよね。まあでもこう折り曲げて、できるだけ中をこれもね見ないようにして帰ってきて、今日初めてね、中にどんなもんが入っているかを見ていきたいと思います。ちょっとね、俺の表情にも注目ですね。これなんだろう、ゲッていう感じの表情とかしやしないかっていう、まあいいや。じゃあね、とりあえずちょっとね、重いんですよこれ。なんかいいのが入ってないかな。ね、まずなんだこのでっかいのが入って、なんすかこれ。ですね、ちょっといきなり白い箱が入っていたわけなんですが、コップですね。2011って書いてあるけど、使いやすそうなシンプルな感じのデザインなんで、ありがとうございますって感じで、コップゲットです。はい、じゃあ、ね、コップが入っていて、お次はなんかアマームっぽい手触りなんですけど、はい、ファットウィップの3インチね、これ持ってないですね、買ってないんで、ちょっと初めてなんで。でもちょっととあんまり、なんだろう、見ないずんぐりむっくりした、これちょっと気になってたんですよね。これは開封していきたいかななんて思います。ファットウィップのまず3インチレイドジャパンが入っておりました。じゃあ次、まだねワームっぽい感触が、バトルホークの青色、やったぜ。これね、4.41、 これもね買ったことないんですよね。で去年ベコンクローのちょうどこんな色のこんな感じので、トズラッパラダムでね、すごい具合が良かったんで、他のメーカーのいろいろ使い比べてみたかったんですよね。というわけで早速ですね、カバー打ちに使ってみたいなと思います。レイドジャパンのバトルホークのちょっと大きなサイズね、これが入っておりました。ワームが2個取って、フラグ、これは、これも持ってないやつだな。スカッターフロッグって言うんですよ。スカッターフロッグ、このお尻にプロペラのついたスカッターフロッグですね。これもね持ってないんですよ。いいね、こう自分で釣り具屋さんだとなかなか買わない、そんなのがねこうやって入ってるっていうのはね、まあじゃあいらないよっていう人もいるかもしれないですけども、最近はねこうやって福袋買って、いろんなルアー見てみるのが、まああとね開封動画なんかも作れるかもしれないので、スカッターフロッグ入っておりましたね。じゃあそろそろ終点を、じゃあこれで最後、これだ、おーし来た、レベルミノー。で、色欲しかったピンクバックのやつだ。
あー、これは嬉しいな。あー、ちょっとね、かっこいいですね、これ。あ、買ったらこれ1900円もするんだ。結構お高めのミノーなんですね。おーい、お目当てのレベルミノー、12.5 センチで2分の1オンスクラスですよということで、これはね、ちょっとね、春先にこの手のやつが使いたい釣り場があって、どうにか春先までに1本欲しいなと思っていたんで、これね、ちょっとこれ目当てで福袋買ったんですけど、これ1本でまあ1900円で、まあ、ここら辺のスカッターフロッグが入っていて、で、レイドジャパンのワーム群ですね。で、全部レイドジャパンですね。ああ、全部レイドジャパンで揃えてくれてるんだな。これで5000円ということで、まあ色は選べないとかね、中は買うときは、選べないとかいろいろあるんですけども、ただね、レイドジャパン好きの人だったらこれは結構嬉しい組み合わせなんじゃないですか。これとね、あとダッチが目玉で入ってるよっていう福袋も横で売っていたんですけども、ダッチはね持っているので、ちょっとね手に入れたことがないこのレベルミノ入り、ちょっと福袋で攻めようかなと思ったら、でね、色は選べなかったんですけど、結構欲しかったこのピンクのやつ、手に入れることができたんで、まずはね、手元で眺め倒したいと思います。というわけで、本日の釣りこう TV はこんな感じで、まあ、レイドジャパン福袋みたいな感じですね。釣り具屋さんで5000円のセットを買ったらこんな感じのものが入っていたよということでした。はい、釣りこう TV でした。